ハワイの音楽はハワイで演奏される伝統的なハワイ民族音楽やハワイアンポップスを指す。ハワイアンミュージックまたは単にハワイアンとも呼ばれる。ハワイ民族音楽はハワイの伝統文化の主要な要素である。先住ハワイ民族は何、世紀もハワイ諸島に居住し伝統音楽の文化を開花させた。発祥としては宗教的な意味合いも大きく。 チャンティングやダンス音楽を多く含む。ハワイの音楽はポリネシアの音楽界全体に大きな影響を与え、民族音楽評論家のピーター・マニュエルによると、ハワイ音楽による影響はポリネシア文化を通しての一大特徴であるとしている。人口の少ない地域の割に、当該への影響は少なくない。ウクレレやスラックキーギター等の奏法は世界的に有名で、 またハワイアン風の音楽はハリウッド映画のサウンドトラックでよく使用されている。またハワイアンをきっかけにアメリカ合衆国のカントリーミュージックへスチールギターが導入された。フラを踊る女性ハワイの伝統舞踊であるフラはポリネシア系先住民の伝承や神話をもとに11世紀頃にその歌と踊りが創作された。初期のフラはオーケーや主張にのみ伝えられ、 儀式の際に踊る神聖な舞踊として見られていたが、カーフマヌによってカップの廃止が進められると、その神聖感は否定されるようになる。さらにプロテスタンティズムが浸透し、肌の露出が禁じられるようになり、ムームーの着用が指導されるようになり、伝統舞踊としての基盤が崩壊し、古代の伝統舞踊としてのフラは消滅した。1880年代に、 カラカウアがフラを復帰させようと試み、西洋音楽の要素と融合され、今日に継承されるモダンフラに至った。メキシコ人が持ち込んだギターやポルトガル人が伝えた楽器からハワイ原住民が発展させたウクレレが融合され、1890年代にハワイ独特の楽器として、スティールギターやスラックキーギターが生み出され、1920年頃までにこうした弦楽器を弾きながら、 ソロボーカルやコーラスを楽しむ、いわゆるハワイアンミュージックの標準的なスタイルが確立された。日本にハワイアンスタイルの音楽が伝播、紹介された起源は不明で、日本からハワイへ移民や出稼ぎに交易が盛んになった、明治中期以降では、1933年、ホノルル出身日系2世のバッキーシロヘンが来日、1939年日本青年間で、 第一回アロハハワイアンズ発表会を開催し、その後、バッキーシロヘンは日本に帰化し、バッキーシロヘンとアロハハワイアンズを結成、ハワイアン音楽の普及に努めている。敗戦後、アメリカ兵が持ち込んだハワイアンを日本人ミュージシャンも演奏するようになった。戦時下に適正音楽として弾圧規制された反動から、ハワイアン音楽同様にジャズや続くカントリーなどを 扱う多くのミュージシャンやバンドが登場している。日本の代表的なハワイアン歌手、ミュージシャンとしては、日野テルコ、バッキー・シロヘン、大橋節夫、和田博とマヒナスターズ、ダニー・イーダとパラダイス・キング、南香織、カオル、エセル・ナカタ、ベッティ・ナダラがいた。現在、日本で活躍しているミュージシャンは、女性歌手のハワイアンシンガー・ケイルー。曲目、ありがとうございます。